天皇陛下の即位に伴う祝宴・共演の儀の3回目が今日皇居宮殿の法明殿と春秋の間で行われました今回は国会議員や全国の知事のほか元プロ野球選手の王貞治さんら各界の代表などおよそ680人が出席しました天皇陛下は出席者を前に即位礼正殿の儀を終え ここに皆さんと共演を共にすることを誠に喜ばしく思いますこの機会に国民の幸せと国の一層の発展を祈りますと述べられました乾杯。前回まで着席の形式で行われましたが今日は立食の形式で行われました